んにちは、池田真子です。今回はこちら、2月1日から発売のキャンメイクの新作コスメを紹介していきます。ちょっとね、昨日から喉がやられてて声がちょっとおかしいんですけど、ちょっと頑張って喋るのでね、参考になればと思います。今回は新作の化粧下地と、あと新色のねチークを買ったんですけど、こちらを実際に使いながら紹介していくのでチェックしてみてください。それでは真子チャンネルスタート。じゃあ一つ目に紹介するのがこちらです。キャンメイクポアリスクリアプライマーの01番、お値段は700円です。一塗りで毛穴レス美肌ベースって書いてるんですけど、なんか今までにないような新しいコスメやなと思います。中はこんな感じなんですけど、ここねよーく見るとゴールドのラメが入ってます。こうやって見たらわかるかな。でこちらは毛穴をぼかしたりテカリを抑えてくれるような効果があるみたいです。で使うのは下地の前に使うみたいです。中はこんな感じのスパチュラになっていて、透明の液にゴールドのパールが入ってます。じゃあ片手に伸ばしてみます。でこの下地の液自体は結構緩いテクスチャーになってて、こんな感じで伸びがめっちゃいいです。つき心地がめちゃくちゃ軽い。結構このヘラが細めなので、全体に広く使いたいっていう方にはちょっとねこう何回もつけてのせてつけてのせてってしないとダメなんですけど、でも逆に小鼻のとこだけとかね、ちょっと細かく使いたい場合は使いやすいと思います。で比較したのがこちらです。ちょっとね、私の毛穴が役立つ時が来ました。こっち側だけ塗ってこっちは何もしてない状態なんですけど、こうやって見るとこちらの方がね毛穴が目立ちにくくなったと思います。色は透明なんでちょっとぼかすというか、なんか表面を本当に整えてくれる感じ。結構触ったらめっちゃサラサラなんですよ。パウダーっぽいサラサラっていうよりはなんかローを塗った時みたいな、なんていうの、なんか不思議なサラサラ感で、本当によーく見たらゴールドのパールがねチラチラって光ってるんですけど、そこまでギラギラしないのでさりげなくツヤっぽく見せたい時にぴったりかなと思います。はい、じゃあ今顔半分のメイク落としたんで、せっかくなのでね片方だけ塗って同じメイクをしていこうと思います。スキンケアした後のお肌に重ねていきます。ちょっとこのヘラがやっぱちっちゃいんで、顔全体に塗るのもほんまにこのちょこ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 乗せて、で全体に伸ばすっていう感じですね。あー伸びる伸びる、すごい。もうこっちだけサラサラになりました。透明なので少し分かりにくいかもしれないんですけど、こうやって動かしてみるとね、チラチラっとラメが光ってます。じゃあここからキャンメイクの下地にマシュマロフィニッシュパウダーを重ねていきます。うわ、もう塗り心地が全然違う。ちょっとブラシじゃ分かりにくそうなんで、やっぱパフで上からまたさらに薄く重ねてみます。はい、左右比較したのがこちらです。はい、アップにするとこんな感じなんですけど、ちょっとねパッと見はちょっとどっちがどっちが分かんないかなとも思うんですけど、まあ、一番大きく違うなって思うのはこっちの方がね、やっぱりこのラメがこう中から光ってるのが見えます。あとはアップで見た時によーくね鏡を近づけて見てみると、やっぱりねお肌のムラがこっちの方がねなくて綺麗に塗れたなって思います。こっちはほんまに若干の何やろ、毛穴の詰まりじゃないんですけど、ちょっとところどころねこうピピピってなんていうやろ、なんか違うなっていう風に感じます。こっちの方が下地の前にねさらにプライマーによってお肌の表面を整えてくれてるので、その分綺麗に仕上がった気がします。であと塗ってる時に一番違うなって思ったのが、もう伸びが全然違います。プライマー塗った後にこの化粧下地を塗った時にこっちはねスイスイ伸びたんですよ。で綺麗にこうスーって伸ばせて均一に塗りやすかったんですけど、こっちはスキンケアした後そのままね下地を伸ばしてたので、ちょっとこう伸びにくいわけじゃないんですけど、スーっていう感じではなかったので、やっぱりそういう部分はね全然違うなって思いました。本当に使いやすくて、この価格でねこれだけお肌の表面を整えてくれるのは嬉しいなって思います。すごい優秀だなって思いました。次はこちらです。キャンメイクグローフルールチークスの10番テラコッタフルールです。お値段は800円。これはアットコスメ第2位の商品で、新色が今回出ました。中はこちらです。で開けるとブラシもついてて、イエローベースの方にぴったりな色になってるみたいです。すごい落ち着いたカラーでめっちゃ可愛いです。で使い方はこの色のついた部分を 2,3 回回してで色を塗ります。でツヤっぽく仕上げたい時にここの部分を取って重ねる。
よく見るとね、パール襟なので本当にツヤっぽく見えてすごい綺麗です。じゃあこちらも塗っていきます。全然ブラシもね、チクチクしなくて使いやすいです。色味がほんまに可愛い。で、仕上げにこのハイライトカラーを足します。はい、仕上がりはこちらです。こんな風にアップで見ても粉っぽさが全然なくて、すごい自然に綺麗に発色してくれてるなって思います。こうふんわりとした仕上がりなんですけど、ちょっとねパールもあってツヤっぽくも見えるし、色味がほんまに可愛くて、すごい肌馴染みが良くてね、血色感がアップされるなと思います。今年の春はね、結構くすんだカラーとか落ち着いた色味とかもね、こう出てくるみたいで、なのでこれからの季節もそうやし、秋冬とかもそうやし、オールシーズン使えるカラーやなって思いました。これもめっちゃ気に入った。いかがだったでしょうか。今回はこちらのキャンメイクの新作コスメを紹介しました。今回どちらもすごい優秀で、これからめちゃくちゃ使えるアイテムやなって思います。こちらは限定品にもなるので、もし気になった方はぜひお早めにチェックしてください。で、こちらの色味もね、すごい可愛くて、これから多分ね、めっちゃ大活躍すると思うので、どちらも買ってよかったなって思いました。そしてこの動画が良かったなって思ったら、チャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。ベルマークから通知登録もできるので、そちらもぜひお願いします。では、池田真子でした。バイバイ。